挑戦することで動画のスキルが上がるタムロンフォティックスカニフィルターの合同企画動画コンテスト My Favorite Spot 2022が始まりました。自分のお気に入りの場所を1分の動画にしてください。海、山、ラーメン屋さん、自宅のリビングのソファ、何でも OK です。そしてその動画をインスタグラムにハッシュタグ My Favorite Spot 2022をつけて投稿してください。そしてその後はこの動画の詳細欄のリンクにある応募フォームからね、そこから申し込んでください。このコンテストの画期的なところ、動画の評価基準をしっかり公表してます。その評価基準は CCS Creativity Completion Storytelling。 Creativity はクリエイティビティ、創造性があふれる動画の内容でもいいし、作り方がクリエイティビティがあふれる、それでも OK です。それを30ポイントマックスで評価します。 Completion は完成度のことで、撮影の技術、それから編集の技術、そのね、完成度、これを同じように30ポイントマックスで評価します。ストーリーテリングはちゃんとストーリーが伝わってるか、もちろんね、どんなストーリーでも OK ですよ。これを30ポイントマックスで評価します。ここまで全て満点だと90ポイント、そして残り10ポイントがボーナスポイント。タムロン、フォティックス、カニフィルターのそれぞれのインスタグラムのアカウントをフォローしてください。それぞれで1ポイントずつもらえます。あとは撮影の時にタムロンのレンズ、これをね、タムロンの製品を使ったら、それをハッシュタグをつけて教えてください。それで1ポイント。あとはタムロンはタムロンの 2875G2 のレンズ、それから35150のレンズでね、フォーカス送りなんかができる、もうめっちゃ動画に特化したいい機能があるんですけど、それを使ってもらったらハッシュタグタムロンレンズユーティリティ、それをインスタグラムにね、投稿するときにそのハッシュタグをつけて投稿してください。それで1ポイント。そして撮影の時にフォティックスのライトを使ってれば、それもハッシュタグで教えてください。それで1ポイント。あとはカニフィルターのフィルター、これをね、撮影の時に使っててもらったら、それもハッシュタグをつけて教えてください。それで1ポイント。合計で100ポイントがマックスとなります。ってことは、クリエイティビティがもうめっちゃ溢れる作品で30ポイントをマックスをゲットしました。そして撮り方も編集の仕方もめっちゃうまい。で30ポイントマックス。でも、ストーリーも全く伝わんないよっていう時には、その時にはね、60ポイントのマックスにしかならないわけです。でも、例えば、クリエイティビティ、まあそこそこで20ポイント。そして撮影技術、編集技術もまあまあ20ポイントぐらい。そして、ストーリーテリング、これめっちゃストーリー伝わるじゃん。で、それが30ポイントマックス。それだったとしたらね、70ポイント。それにさらに、例えば、インスタグラムで、カニフィルター、フォティックス、それからタムロンをフォローしてくれて、プラス3ポイント、そしてそれぞれの製品を使ってる、タムロンレーズ、ユーティリティも使ってる、そしたらね、さらにポイントが加算されるので、例えばの話でね、80ポイントにもなるわけです。そしてポイントのね、高い順番から、グランプリ、準グランプリ、そして各メーカー賞として表彰されます。それぞれの商品は、この動画の詳細欄に入れてるコンテストのね、詳細のその概要、そちらから確認してみてください。いい商品用意してくれてますよ。そしてこの今回のコンテストの審査員をやらせてもらうことになりました。この評価のシステムっていうのは、ウェイクボードとかウェイクスケート、そのね、スポーツの競技の大会の時のね、評価の仕方、評価のシステムなんですよ。でこれはね、なんとなくいいとかなんとなく悪いとかじゃなくて、どこがどう評価されてどういう順位なのかっていうのがきっちり分かりやすくする、そういうね、評価のシステムなわけです。動画制作をやり始める前にね、もう10年以上ね、ウェイクボード、ウェイクスケートとかの大会のね、ジャッジ、審査員をね、やらせてもらってて、日本ウェイクボード協会っていうところのね、審判委員長として、プロの大会からアマチュアの大会から、もう国内から国外の大会まで、ジャッジに審査員として行ってました。そして審査の仕方もね、教えていたんですよ。そういうね、スキルをもう全力でね、この大会にね、このコンテストに注ぎ込みたいと思います。どう評価されてるのかっていうのが分かれば、入賞したとしても、しなかったとしても、それでもね、
自分のこう弱かったところ、ウィークポイント、そこをね伸ばしていけばもっともっと上達するわけですよ。スポーツにしても動画制作にしてもね。そんな画期的なコンテストなんで、ぜひ挑戦してください。コンテストの締め切りは8月22日、まだ間に合いますよ。どんなマイフェイバリットスポットか動画で見せてください。楽しみに待ってます。じゃあね、ピースアウト。